投げました。空振り三振、2者連続三振になりました。バッター炭谷、今日は三振とセカンドゴロ、スライダーボール。投球これから2球目、決まってストライク。第3球を投げました。低め決まってストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目、空振り三振、3者連続三振。バッター林崎、これが3度目のバッターボックス。初球引っ張った、レフトの左、ファウルボール。投球これから2球目、ストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、ボール。カウント1ボール2ストライク。さあ4球目、打ちました。ファーストの左、ロペス。ボールを取る、山口。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ライオンズ結局三者凡退、無得点に終わっています。8回の表が終わって3対1、ジャイアンツ2点リードは変わりません。ジャイアンツこの回は上位打線から始まります。バッターは片岡、投げた、アウトコース低め、ストレートは外れてボール。これはわずかに外れています。第2球、打ちました、鈍いゴロ。渡辺掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。菊池マウンドを降りまして、マウンドに上がったのは竹熊。今日2番手としてマウンドに上がります。バッター上、今日4度目のバッターボックス。投げた、ストライク。ライオンズここは引っ張りに警戒します。初球ストライクから、第2球、ボール。1球外してきました。第3球を投げた、低めの球、空振り。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。さあ4球目、打ちました、サード右横のゴロ。サードから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッター村田、第1球投げた、外れた、ボール。わずかに外れました。投球これから2球目、直球ストライク、内角高め。第3球は空振り、バッター追い込まれました。さあ4球目、見送ってボール。カウントは2ボール2ストライク。投げました、ボール。カウント3ボール2ストライクです。投球はこれから6球目、引っ張った、林崎。ダイレクトでボールを掴んでアウト。8回の裏が終わりまして3対1、ジャイアンツ無得点で終了です。山口降板、右のマシソン。最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。いよいよ最終回を迎えました。バッターは栗山、投げました、初球を打ちました。村田ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。代打は森、第9球投げました、直球見送ってストライク。第2球投げました、ストレート見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。投球は3球目、投げました、1球外した、ボール。カウント1ボール2ストライク。次が4球目、投げた、打ちました、ショートバウンド。セカンドから一塁送球、片岡軽快な守備を見せました。バッター浅村、ライオンズ最後のバッターになるのか。投げた、初球打った、坂本取った、一塁送球、アウト。ゲームセット。ジャイアンツ2点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は3対1、ジャイアンツ2点差で勝ちました。勝利投手は菅野、敗戦投手は菊池、そして西武はマシソン。
実況担当は堂前英夫で東京ドームからお伝えしました。